はい、皆さんこんにちは。今日もダヴィンチの方へようこそ。今日はね、ダヴィンチリトルブ 17.2 が、先日リリースされました。で、それのやり方と、まあ、ちょっとした注意点と、あとどういうところがアップデートされているか、実際に使えそうな部分だけをね、少しかいつまんで紹介していきたいと思いますので、ダヴィンチリトルブの画面を見ながら、ね、解説していきましょう。まずね、注意点としてはブラックマジックからはね、一応のデータベースの保存はしといてくださいというふうに注意書きが書いていました。でデータベースの保存っていうのは、このプロジェクトマネージャーの一番最初の画面ですね、この画面からになりますね。ここの、ディスクのこのデータベースですね、これを一応バックアップしてくださいというふうに書いてます。特に16からアップデートする方はちょっとね、不具合が起きる可能性があるようなことを書いてたので、まあ一応ね、念のため、ここのバックアップをした方がいいかなと思います。で僕はこれも17の方からやってるので、17.1 の方からもう続けてやってるんでバックアップはしてませんけども、別にねこれは問題はなかったです。多分そんなに問題はないとは思うんですけど、まあ一応ね、念のためにこのバックアップ、この画面からここでバックアップを選択できるので、一応ね、このバックアップをした方がいいのかなと思います。一番最初にこのダヴィンチリゾルブを立ち上げたときに、自動的に本当はね、ポップアップで、アップデートインフォメーションというのが出てくるようになってると思うので、もう気づいた方はね、ダヴィンチリゾルブ 17.1 から17.2 の方に、アップデートしている方もたくさんいるかなと思いますし、あとはね、ダヴィンチリゾルブ16を使っている方も、今あの、ポップアップ画面がパンって出てくるんじゃないかなと思うので、もし出てきたらね、この17にアップデートするのもいいかなと思います。ダヴィンチリゾルブを立ち上げても、そのポップアップ画面が出てこないという方は、ここのダヴィンチリゾルブというところから、アップデートの確認というところをクリックすると、こういうふうに、今もこれね、アップデートしてしまったので、こんなふうになってますけど、最新版ではない方は、ここにダヴィンチリゾルブ 17.2 がアップデート可能ですみたいな、そういうメッセージが出てきますので、ここで OK を押して、アップデートする方法もまたありますのでね、まだアップデートされてない方はね、そういうふうに確認してみてください。で、これアップデートすると自動的にこの古いバージョンの方の上書き、または古いバージョンはどんどん消えてしまうので、もし必要なものがあれば、例えばこういうパワービンの中のものとか、何かこう自分で作ったビデオトランジションとかは、一応は保存した方がいいかなとは思います。新しく導入したらよく立ち上がんなくなったっていうような現象もね、結構あると思うんですよ。で、この立ち上がんなくなった現象っていうのは、多くの場合は、例えばこのバックグラウンドで何か上がっているとか、ウェブサイトを観覧しながらこのダヴィンチリゾルブを導入したとか、何かしらのバックグラウンドでシステムがこう動いている時に、一緒に導入すると結構失敗する場合がありますので、できるだけ自分で閉じれるアプリケーションは全部クローズして、アップデートをしている作業だけをね、コンピューターにさせる感じで、何も操作をしていないような状況を作った方がいいかなと思います。そうするとね、失敗はしませんというかね、まあ今まで僕はそうやってやって失敗はしてないので、多分そうやってやるとね、失敗がなくなるんじゃないかなと思うので、まあ念のためこうアップデートするときは、ウェブ観覧とか、あと何かアプリケーションを開いてるとかっていうところは全部閉じてアップデートした方がいいかなと思います。じゃあこのアップデートした後にどういうところがアップデートされているかというところね、今度ウェブサイトの方行って見てみましょう。これがブラックマジックデザインのページになります。でこれは本当は英語版でしかないんですけども、これをね日本語の翻訳に一応さっき直して表示させてみました。ほとんどはねうまく翻訳できてるんじゃないかなと思います。でここら辺を見ていって、このダヴィンチリゾルブ 17.2 の新機能っていうところをずっと見ていって、編集に結構役立つなとか、編集に直接関係ある機能だなっていうところをね、いくつかピックアップしていきたいと思います。でまずこのアプリケーションの起動パフォーマンスが劇的に向上しました。これは体感的にそう思いました。で今ねこれ一回閉じてみましょうね。で1回目は本当に最初アップデートして最初の時っていうのは起動が結構時間かかるんですけども、それ以降の起動はすごく早いです。今ねちょっと起動してみましょう。ここをダブルクリックすると、でこういつも待ってるんですけど、これで今立ち上がってきました。こんなにねいつも早くないです。でここのクリックをしてもこれも起動が早いです。
いつもねこんなに早くはないんですよね。もう少しね時間かかってるんじゃないかなと思います。でこういうね起動のスピードが結構早くなりました。あとこのライブ保存でデフォルトがオンになりました。でこれ、まあ、僕はもともとライブ保存のオンにしてるので別にこれは僕には関係なかったんですけど、逆に言うとね、なんでこれ今までライブ保存がデフォルトにオンでなってないのかなっていう感じがしないでもないんですけどね。まあ一応このライブ保存がデフォルトでオンになりました。でこれを確認するのはダヴィンチリゾルブの中の環境設定から、ユーザーのプロジェクトの保存とロードというところを選択するところにライブ保存というのがあります。あとプロジェクトのバックアップというのもあるんですけど、このライブ保存がデフォルトでオンになったということですね。もともとライブ保存をオンにしている方はアップデートしてもオンのままだと思いますので特にね気にする必要はないと思うんですが、今までここ全く気にしてなかったという方、またはこのライブ保存機能を使いたくないという方は逆にねアップデートをしたらここがチェック入る可能性もあるので、まあ、ここを一回確認してみていただいたらいいかなと思います。でここがデフォルトでライブ保存オンになるということになりましたね。次にですね、ダブルクリックまたはビューアイドラッグのトランジションの追加サポートって書いてますね。でこれ多分ねここにこうやって例えば切れ目を入れたとして、でここのビデオトランジションをダブルクリックするとここにトランジションが入るということだと思うんですよね。今までこういうふうにドラッグしてやってた方もここでダブルクリックするだけでこういうふうにトランジションが入るということだと思うんですが、これね 17.2 でなくても 17.1 から僕は実はねこれ使ってました。だから 17.1 の人もこれはもうサポートされてるんじゃないかなと思うんですよ。僕はねこれもう前から使ってるのでこういうふうにやってトランジションをかけたりしてたので 17.2 になってからこれができたっていうわけでもないはずなんですけど、まあ、一応ここにはダブルクリックでビューアーまたはトランジション、ビューアーのドラッグによるトランジションのサポートっていうふうになってるんで、まあ、この機能が追加されたということになってます。あとはね、ここにグーッと書いてて、まあ、フェアライトの方でもクロスフェードの適用の管理サポートって、これ一応ね、見てみたんですけど、まあ、僕はあんまりどうなの？今のところは使わないのかなっていう感じがするものなので、まあちょっとね、興味あったらこれも見てみてください。あとね、ここで、はっきりとね、体感的に分かるのが、ここの、まあ、どっからでもいいんですけども、ここの、例えばエディットページから、このフュージョンのページにポンって飛ぶとき、前はね、結構時間がかかったっていう、まあ、結構って言ってもほんの数秒の話なんですけど、時間がかかったのが、このバージョンになってからは、ここ全然待たなくて済むようになりました。こうクリックすると、もうこれでフュージョンの方に飛んでます。で、前はね、ここを押しても、しばらく反応がない、数秒反応がなくて画面が切り替わってました。カラーページもそうですね、こんなにね、こんなスムーズな感じで切り替わってはいなかったです。で、この 17.2 になってから、ここの、特にこのフュージョンに飛ぶときのこの画面の切り替わりっていうのが非常にスムーズになりましたね。全体的にこう、画面の切り替わりが早くなった気がします。まあ、これが結構 17.2 になってから、あ、まあ、全然ストレスが感じないなっていう風になった部分かなと思います。で、あとはね、特にすごく新しい機能が追加されたっていうわけではありません。全体的な機能向上、あと、まあ、内部的な何かのサポート、例えば MKV ファイルがサポートされているっていうことですね。MKV ってまあ、MP4 とかと同じようなファイル形式の話なんですけど、まあ、MKV クリップのサポートがされていると。そういうことになってますね。まあ、あとはね、本当にこう内部的な何かのサポート、あとは何かの機能改善、そういうところが今回の 17.2 でアップデートされているというふうになっています。で、おそらくこの 17.2 にした方が、僕はね、なんとなく安定してるような気がします。これアップデートしてからちょっと1日ぐらいずっと使ってたんですけど、なんとなくね、システムが安定したような感じがします。まだね、ちょっと使ってないとね、これは何とも言えないんですけど、まあそんな感じがします。だからここに一般的なパフォーマンスと安定性の向上って書いてますけど、まあ、いつもこれはね、書いてるんですよ。いつも書いてるんだけど、あんまり安定してないんですけど、今回は、まあ、なんとなく、だんだん安定してきたかなっていう感じがします。まあ、あとはここに必要最低限なシステムの要件っていうのが書いてますので、ここら辺もね、確認してみていただければと思います。はい、そんな感じで今日はね、ダヴィンチリゾルブ 17.2 にアップデートされたので、その内容と、
アップデートの仕方と主な体感ができるような内容の話をしていきました。もしよかったらね、この 17.2 の方にもねアップデートしていただければと思います。はい、それではね、今日はダヴィンチの館これで終了します。また次回の動画でお会いしましょう。それではさようなら、バイバイ。